男子高校生のハレルヤは著者、一ノ瀬六樹、イラスト、アリエコのライトノベル。単行本はが文庫より発売されている。第4回後期が文庫大賞、奨励賞、受賞作。男であるにもかかわらず女子高生の格好で、私立女子校、ユリウス女学院イコール略称、ユリ女に通う女装男子の山田まり。他にも二人の女装男子も一緒に、 女子高生として通っている。そんな中、理事長から極秘任務を受ける。心理、主人公の女装男子で正しい読みは、心理、お嬢様だらけの女子校、ゆり女に女として通う。見た目はとても可愛らしい美少女。女子校の受験会場でも、周囲から女子だと信じて疑われず、名前が、マリだと誤認されゆり女の女子制服が、自宅に送られてきてしまう。 両親は仕事で家を空けており、怠惰で酒飲みの姉と二人暮らし。長い髪をゴムでまとめただけで、ノーメイクでも女に見える。桜、主人公が女子校で初めて出会った、女装男子。男性恐怖症。淡いふわふわの髪を赤いバレッタで留め、ツインテールにした可愛い子ちゃん。過保護のママがおり、ずっと女装で過ごしてきた、中東部からのエスカレーター。勇気。 主人公の友人の女装男子。剣道が好き。スラリとした長身で、スタイルが良く、腰がくびれている。赤茶けた髪を腰のあたりまで長く伸ばした美女系男子。女装歴は真理よりはるかに長いらしい。理事長、主人公たち三人に、あなた方は美少女であり、男子でもあると発言する。学園の男女共学化を考えている。 北見るか桜と親しいクラスメイト。画ツで開放的な性格。アリスガワマロン同窓会長の娘。美少女が好き。2012年10月15日 ISBN978 から4から797371963。2013年1月15日 ISBN978 から4から797372823。 2013年5月15日 ISBN978 から4から7973741932013年9月14日 ISBN978 から4から797374957ありがとうございます